だったんですよ。はい。まあいい。ここにほら来た。もっと健康だと思ってたんで。トリコンちゃん、松田です。ジャスラ二階堂です。MK カエルプラクティス店長の高橋です。どうぞよろしくお願いします。そうですか。はい。山本さん。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。あ、榎本さん、会員ナンバーわかりますか？会員ナンバー13番です。会員ナンバーじゃあ、はい、はい、会員ナンバー13番。結構早い。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。ということで、今日はどこが悪いですか？僕はですね、1年前に五十肩をやってから1年間調子悪いんです。で、腰が10年前に壮絶なぎっくり腰やって10日間寝たきりだったのが、はい、全く動けなかったのが、いつまでも残ってる感じが、なんか芯が残ってる感じが、違和感があります。え、10年間も痛みっていうわけじゃないんですけど、なんか疲れてくるとこう奥の方が違和感が出てくるみたいな、出てくるような、治りきってない感じ。桃の裏とかが痛くなる、裏はぎの裏とか、はい、へえ、腰と肩そんな感じですかね。そんな感じですね。はい、了解です、了解です。榎本さんのお仕事的にはコンサル、飲食、そうですね、今飲食のコンサルをやっていて、もともとラーメン屋やったりしてたんですけども、今はコンサルなんで、仕事的には、まあ、いつも座ってパソコンをずっとやってる感じです。ということで了解です。よろしくお願いします。お願いします。頑張ります。行ってみよう。松尾田道中記。こうなってますね。ちょっとこう、いや、めちゃこう極端に言うと、あ、一応ここまではもう上げられるようにはなってはいる。そうですね、1年前だったんで、だからかなり動き制限がかかってますけどね。五十肩やっちゃうっていうのは何かがあるんですか？そのがゴキッとくるとか、なんか簡単に五十肩、実はこう、あの、その辺が実はまだこうね、あの、解明されてない部分とかもあって、やっぱ言われてるのは肩関節積もり積もって少しずつ少しずつ骨が変形しちゃってたりとか、あ、で上がらないとか痛くなるとかっていう、上がらなくなるのはあくる日突然その一線を越えちゃうみたいな感じで、超えた瞬間に急に重くなる、そうそうそう、だから急に来たような感じがするんだけれども、実は急ではない。なるほど。なんか顔だけ右、サッカーのコーチみたいですね。そうですか。少年サッカー。顔だけ右向いてみてください。右、はい、前向いてください、はい、左側向いてください。あ、全然動けない。動いてない。本当ですか、それ。こんなもんですね。変ですか？どうも。え、もう一回、もう一回お願いします。どうも、これ。来てるか？よくないですね。今日は首の周りを整理しましょう。誰な？誰な？これ、痛いですかね？まあ、それなりに。それはそうなんです。ボキボキの時は痛くない。え、ちょっと待ってください。立ってください。もう一回、もう一回立ってください。で、頭が前に出てますよね、はい、かなりね。丸くなりすぎなんですよ。ここが全然動いてないからですね。あ、中に本当は入ってくれるから。あ、ちょこりパターン。そうですね。えらい、ここ前にあるなと。こんな格好には生きていけない。ちょっと押していきますよ。でも、ちょこり、大丈夫、同じですね。そういうことだ。ちょっとすいませんね。多分痛いと思います。すいませんね。これ。そう、榎本さんね、運動されてますもんね。あ、運動されてらっしゃるんですか。何をしてる。なんかウォーキングしてますよね、確かね。はい、毎日歩いてます。あ、素晴らしいです。はい。でも、あの、どれぐらいの距離歩かれてらっしゃるんですか。5、6キロ。あ、結構歩いてます、ね、ぐらい。はい。村ちゃん、確か自転車こぎですか。ジムで、今週1ぐらいやってます。やっててそんな中野さんと同じ。おかしいですよ。すごい固まってますね、これ。やっぱ腰もね、背中も。ちなみに榎本さん、カイロは受けたことはあります？こういう全身のは、もう本当に二十歳前の頃ですね。30年前。なるほど。たらもちゃん、ずいぶん久しぶりになるんですね。
すいません。大丈夫です、大丈夫です。そう、引き締まってますね、足はね。頼みたいと思います。すいませんね。よいしょ。あ、意外と痛かった。そこはダメ。そこはダメ。そこはダメ。いや、大丈夫です、大丈夫です、大丈夫です。大丈夫、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 大丈夫。あと右の足首がはい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 なんかいつもポキポキああ弱くなってきちゃったな右の足首がポキ基本的にポキポキで歩くときってやっぱ緩くなってるときとか、まあ、そこの関節に変な詰まりがあるときですよね揺れてる揺れてる揺れてるねそうですねえ関節が緩くなってるっていうのはその詰まってるの逆で広がってるってことですか人体がこう緩くなっちゃってことなそれで人体がその関節の上をこう動くときにバリバリってなってたりする繰り返し繰り返しになってたりとかうわ怖あとはグッてこう詰まっちゃってるのが開くちょっと足りない肩ですか肩ですここは、これはなんで僕の顔見て僕の顔見たよね見てますよ見ましたよ、ね、どこ見たいやなんかもう向井さんパッと見ましたそんなびっくりしたか忘れていいやん映ってないところ失礼しますネジを巻いてじゃじゃーんドスケベさん優秀者ゼンマイ大統領ゼンマイ大統領さあみんなご一緒にYes, we can! No, 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 no. Once again. せーの。Yes, we can! No, 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 no. せーの。Yes, we can! 誰か言えよ危なーありがとうございましたいやー、応援ありがとうございます。はい。超拓郎さんに見てもらって。いやいや。超拓郎さんはね、笑ってくれますから。超拓郎さんも、パッポイさんも、三段子のさんも笑ってくれます、きっと全員芸人さんばっかりねそういえば、芸人さんより多くなったね今ね低いと思うかもしれないありがとうございますもう一回やるもう一回今、一連の中でなんか出来上がっとったね練習してきた稽古しようね、ちゃんと頭の中でですね今、押されてイメトレだいや、怖いよ、この人は痛いです痛いこっちなの痛い痛い痛い全然前いやそれは痛いよネジを巻いていやそれもうアメリカの国会やもんねいや全米大統領アメリカの国会やいや大統領なんでああそういうことかそうあなるほど全米大統領なんでなるほどそうそう次期大統領です時期でそうです。あなんか喋ってます。ごめんなさい。喋ってます。喋ってました。ひどいとこ。え何？じゃじゃーん。どうぞ。なんか何かこう決めてくる。あいやなんか。なんかです。なんかです。これじゃん。気をつけてください。巻き込まれるぞ。この顔見えなくなって。あよかったよかった。巻き込まれずに。え？あ邪魔って。邪魔です。あ三上さんからもこれが来てます。いやいやダメよ。誰だカットって言ったの今。え？誰だ？カットさん誰だよ？マジかわ。あ、おったマジかーのトムソン、トムソンやろう一緒に佐藤浩一やトムソンこんにちはあ、そういうのダメなの最近そういうの嫌がるのはさ、なんか好きな子できたの違います好きな子できたいや、これ多分やりたい人いないと思いますそういや僕がやりたいって思ってたら、なんか一緒にやりたいと思ってたらなんかやりたいって思ってくれるかなと思ってないですねやりましょう。これ。あ、こっちでやろう。映らないとこいけないから、ね。後ろでやろうか。画角に入っとかないよね。最悪。おかしいな。裏ちゃん巻き込まれた。そこの指定コンビ。変人指定コンビ。ネジを巻いて。引っ張ってこれ上げられる。いや巻きすぎ巻きすぎ。ねじ切れるから巻きすぎたら。チョロッキュー引きすぎたらガチ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 ってなるから。ちゃんと巻かないとダメだ。もう一回入る。今度ね。
ネジを巻いて、せーの、じゃじゃーん、ドスカベさん優秀賞は君、君いないよー、せーの、ゼンマイ大統領、ゼンマイ大統領、Yes we can、 Yes we can、 No no no、 せーの、Yes we can、 おめでとう、ポーズマス、ポーズマス、うわパクった最後、最低、ヨモロの時点でもパクっとったけども、榎本さんの左足がちょっと短くなってる、何何の話、あ、榎本さんの話全然聞いてなかった、何榎本さんの左足が短くなってるそうですよ、榎本さん骨盤ね、ねじれちゃってるっすよねっていう、榎本さん聞いてましたか、ちなみに全米大統領に何のことそうでしょ、確かに音声だけ聞いてると思う、そうですね、何が起こってたの、音が知りたい、そうですね、これは音声だけでも映像だけでも楽しめない同時に見てこそなんですよ、すいません本当、本編には載ってないと思います、本編に載ってないと思いますって言おうけど、ちょっとライブカメラおかしくない、本編に載ってないとおかしくない、高橋店長はやっぱりはい、ひょっとこだろうのが好きですよね、いや、まあ好きというか、まあ、なんかこう、うん、でも、もうでもさすがに3回目になればもう、仕事にもなる、そうそうそう、この分以上ある人に見せちゃってくれよ、松尾田道中記、タルカーゴを下の方に引いてくださいね、こっちの、そうそう、うそー、本当です、うそー、タルク、アゴを下の方に引いてくださいね、こっち側の方に、そうそうそう。これで立ち上がりましょうか。落ちよ、落ちよ、ベッドから落ちよ。少し上げやすくなる。下からも上がった。下からも。これ、だからその四十肩で上げられないんじゃなくて、はい、そのもう別のところから引っ張って上げにくくなってなりますので、やっぱ動いてないですもん。胸を反らして、ちょっと後ろの方に寄りかかって、脇をぎゅーっと締めて、脇をぎゅーっと。大丈夫ですかね。大丈夫です。大丈夫です。息がすごい楽になった。そうそう、胸が開いてくれるようになったんですよ。はい、今これこうやったのは、四十肩とかで痛めた人って腕こうグッとこう引っ張っちゃうとこう肩きつかったりしますから、これは今回こっち側の方でしてあげたっていう感じですね。胸を大きく反らして、後ろに寄りかかって、で肘を前の方に脇をぎゅっと、ここにフォアして、で下ろしましょう。大丈夫です、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 立ち上がって、はい、これでだいぶ背中伸びてくれる、いやすごい楽ですね、いや伸びてくれる、はい、息を吸って吐いて、高橋ブレイクショット、誰の力、ここね、ほら来た、ね、えいやでもほら、でここは抜けてくれるんで、あー本当だ、そうそうそう、伸ばしやすくなるんですよ、これちょっとこうか、大きく息を吸って、はい、高橋ブレイクショット、だらーんと、ここにこう来た、これで立ち上がってみてください、はい、なんか汗がすごいっす、だいぶ背中伸びてくれて胸開く、だいぶ伸ばしやすくなった、楽ですね、こっちの肩も来た、こっちの肩はね、多分そっちは大丈夫、大丈夫そうですね、あのちょっとあるか、大丈夫です、やっぱ痛かったです、そう、ある日を境にこう抜けますよ、痛くて、ある日を境にある日をまたいでした、ある日またいでした、こっちの方が、はい、まあ、もう少し引っかかってるんですよね、背中側からこう抜いてあげたから、それだけでもだいぶちょっと痛いです、こっちも、うん、そうなさそうですね、
そうですね、なんかよく良くなったのかな。でもさっき比べたらだいぶ。ただこの方が上がらないのは、その肩そのものじゃなくて、もう本当腰と、背中のところですね。下の方から引っ張られてるせいで、引っ張ってじゃない、そう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 。って感じになっちゃってました。おお。あげて地味みたい。じゃあどうぞこちらの方に引いてください。はい、ここ先にちょっと膝をね、これ曲げづらくなってるので、はい、こちらの方に叩き込んであげると曲げやすくなる。あ、してるってわけじゃないんですけど、息を吸って、はい、こんな感じかな。はい、高橋水星拳ハート。水星拳ハート。これで立ち上がってみてください。今これで体の様子見てください。すげー楽だ。今だいぶ拾いやすくなったと思います、はい、腰も今だいぶ軽くなってると思いますけど、おそらくね、やっぱこの肩自体もやっぱその昔腰やられたっておっしゃったじゃないですか。おそらくそこから来てるなっていうのが多分ある。この子が仕事できない分、代わりにこの子頑張りすぎてるのね。頑張ったこの子もとうとうやられたみたいな。なるほど。すごい呼吸が楽になりました。胸開くようになったんですよ。ありがとうございました。松尾忠男中継。ありがとうございました。ありがとうございました。どうでした？ありがとうございました。いや、すごい楽。なんかでも自分はもっと健康だと思ってたんで、いや想像以上にびっくりしました。でもやっぱ、そう、なんとなくもう自覚はあったので、肩のことにしても腰のことにしても、はい、なんかこうやっぱそうですよね。皆さ ん, なんか当たり前になっちゃうっていう。はいはい、だいぶ歪んでました。だいぶ歪んでました。ちょっと詰まってました。なるほど。すごい楽になりました。いや、良かったですね。ありがとうございます。やっぱ座り仕事でね、パソコンに特にずっと向かってたりとか ね、特にライブ配信とかだとスマホにずっとこう、もうこうなるのが長いでしょ、やっぱり。そうなるとやっぱ腰にも良くないですよね。腰にも背中にも良くないですね。頭もこう出ちゃいますしね、こうやっぱこう、うん、人によってはこう押し潰されるっていう人もいらっしゃるみたいですけど、ベッドで、ベッドでこう押し潰される。そうです。ありがとうございます。楽になりました。すごい。松戸道中記を見たで、便料が無料。はい、その通りでございます。はい、いつもありがとうございます。というわけでですね、当院では初めての方、初見料2000円と治療費の6000円、合わせて8000円を頂戴してるんですけれども、松戸道中記ご覧になってくださった方はですね、初見料の方をですね、サービスさせていただきたいと思います。はい。いや、合ってますって僕に聞かれても。説明欄に全部合ってますので。お願いします。チャンネル登録お願いします。お願いします。せーの、グッバイ。僕の生態、現代人はみんな。僕の生態、首肩腰が悪い。僕の生態、高橋ブレイクショットで。僕の生態、今こそ改善。何？じゃじゃーん！ドスケベさん優秀賞！はい、ゼンマイ大統領、はい、ゼンマイ大統領、イエスピーカー！ Here we go！ せーの、イエスピーカー！おー、ちゃんと言いなさい！せーの、イエスピーカー！アドバナー！